最新海岸俺ロマンチャーでも、一体何なんだこいつら。立ち上がった。こいつら会場に行かせるか。こいつら、なんで倒れないんだ。会場の人々に手を出すな。残りの奴らを通せ。はい。なんでガンマが謎の怪物と奴らをアンデッド、不死の生命アンデッドと言っても、さっきの奴はそれでお前と伝えたんですが、不死身ではないようだ。助けていただいてありがとうございます。俺、天空寺たける仮面ライダーゴーストです。俺は相川です。一体何が起こってるんですか。お前には関係ない。これ以上かかる。そんな、みんなが襲われるところだったんだ。俺だって、貴様、人間ではないな。すいません、言うのを忘れてました。俺、幽霊なんです。だから、はじめさんの方こそ、なんで俺がガムが見えるんですか。俺も人間ではない。アンデッド。それってさっきの怪物と同じってことですか。怪物は信用できないか。いえ、あなたは仮面ライダー。それに俺や会場のみんなを助けてくれた。そんな人疑いたくはないです。天空寺、どうしたんですか。俺の前に現れた。気をつけ、ケンタッキー。早速バトルファイトを始めるつもりか。ショーカーの力を抑えられていないのか。やめてください。あなたも仮面ライダーなんでしょ。なんでこんなことさ。
そいつを連れて早く逃げろ。二人のジョーカーが育てて、そのどちらかを封印し、この世界をリセットする。そして、新たなるバトルファイトを。あいつの名前は、ケンタキカズ。仮面ライダーブレイド。もしかして剣崎さん。ああ奴もアンデルだが元は人間だ。人間がアンデル。53体のアンデルの戦い、勝ち残ったのは地上の支配者。それがバトルファイトだが、ジョーカーから俺が勝ち残ってきた世界の滅び、それが11年前の戦いの結末になるんですよ。なるほどな。あの男は自らアンデッドになることで世界の滅びを阻止したということか。アンデッドが2体いたら戦いは終わらない。そして剣崎、二度とバトルファイトが始まらないように俺たちの前から姿を消した。俺が人間たちの中で生きるように続けて。そこまでした人がどうして。バトルファイトを管理する者、統制者が剣崎のジョーカーの意識を暴走させている。そいつを通すことはできないのか。奴はバトルファイトというシステムそのものを倒すことができない。はじめさん、どこへ。剣崎が近くにいる以上、俺がここにいるわけにはいかない。あんたはそれでいいのか。もともと剣崎からもらった人生、やつと共に運命から逃げ続けるのも悪くはない。そんな、何もできないなんて。巻き込んですまんか。これ以上は俺のジョーカーの本能を抑えられなくなる。ここで俺たちが戦ったお前が人として失った11年は一体何だったんだ。はじめさん、ここを俺たちが何とかする。行け。すまない。ガンマ、続けろ。バトルファイト。マカタ兄さん、しょうがない。はじめさん、今のうちに。逃げろ。電空寺。はじめさん。はじめさん、もしかしてジョーカーの力が。
俺は信じない。燃やすぜ。死んでるし、それより、俺は血液、正気に戻ったのか。はじめ、彼のおかげだ。よかった。ジョーカーの力、俺がしばらく抑えます。今だけでも。タケル、タケル、感じた彼の命の温かさ。ああ、俺たちに少しでも一緒にいられる時間をと。タケル、お前は甘すぎる。彼は俺に任せてくれ。信じてもらえるか。あんたを信じるんじゃない。俺はこいつの燃やした命を信じる。ありがとう、ケンタキ。天空城。ああ、彼を解放したら俺もすぐに戻る。あ、そうだ、はじめ。なんだ、久しぶり。ああ、ふざけた戦いを仕組んだ奴を許すつもりはない。もちろん天空寺の燃やした命を無駄にはしない。行くぞ、掴む。ああ、程度の力でジョーカーの暴走を抑えるとは。見つけたぞ。こんなところで何をやっている。アラン様がご立腹だぞ。貴様どこから現れた。ガンマ法の通ってガンマ世界からに決まっているだろう。なるほど、思った以上ガンマとは利用できる存在か。さっきから何を言っている。なんだこれは。お前もまだ手足とない。たとえガンマの力を使うジョーカーの一体をこの世から消す。奴らを見つけ出せ。封印しようとしてくれ。どんな手を使ってこようと、タケルの代わりに俺が戦う。お前たちも家族なのか。いや、だがあいつには返しきれない恩がある。恩？あいつは自分の生き返るチャンスを捨てて俺の妹を救ってくれた。
ことまでしてみて。人間とは不思議な生き物、たとえ死ぬことが分かっていても他人のために何かを残そうとする。かつて俺が手にかけてしまったことに、剣崎も他の仲間も、そして天狗じゃ、あいつは本当に甘い。ああ、だがその甘さが人間の強さ。お前も俺ももっと甘くなるべきだったかもしれない。皆さん、やつらも操られている。ジョーカー、バトルファイトを再開する。俺たちはもう暴走しない。お前たちを戦わせる必要はもうない。何だと？我がしもべたちよ、やつらの動きを封じろ。こいつはダメージを感じていないのか。ガッツリ操られた人形、感情の多い邪魔の人形だ。ジョーカーの一体をガンマ世界へと送る。これによりこの世界はリセットされ、新たなバトルファイトが始まる。そのためにガンマを利用したのか。もともとバトルファイトにジョーカーは一体、ここで余分な存在を排除し正しき形へと戻す。貴様の狙いか。とことん貴様は気に入らん存在のようだな。何？ザケルをあんな目に遭わせ、こいつらの運命を翻弄し、この世界を滅ぼそうとする。そして今度はこいつをガンマ世界に送りつけるだと。そう、この世界の生物、ガンマ世界のガンマを全てジョーカーによって滅ぼされる。ガンマ世界には俺の友がいる。今は戦うしかない。それでもその友の世界を貴様なんかに滅ぼされてたまるか。どう思う？あっ、つかめ。お前の十分甘い男だ。見たくない。かかってこい。俺が貴様をこの世から消す。いや、俺が貴様を殺す。愚かな。この私を消すことも殺すこともできはしない。運命に従い滅びよ。かける。お前こそ大丈夫なのか。どうしても、死ぬほど分配とジョーカーの力を抑えたイレギュラーな存在、貴様は危険だ。この世から消滅させる。おー、さすめ。カルズ・オブ・クイーン。さすがの俺が殴る。エボリューション・キー。11年も待ったのだ。これが出るということはない。ダブルヒーローの動き感だな。
お前、どこまでも現れるか。ストーカーが立ち残れば世界は滅びる。俺が運命。抗うのは俺たちだけじゃない。そんな理由でみんなの命を奪わせはしない。それが運命だって言うなら、俺たち仮面ライダーがその運命と戦う。戦えないみんなのために。お前たち運命を変える力などない。滅びろ仮面ライダー。行くぞ剣崎、天下人、深見。ああ、はい。命燃やすぜ。よし、はっ！
力を抑えられるかどうか。俺たちか。
ここにいる。それだけ。感謝以上のことはない。不可能。礼を言う。俺は守りたいものを守っただけだ。そうか。今度タケルと一緒に計らんだという喫茶店に行こう。うまいコーヒーとピラフぐらいでごちそうしておる。やったー、ありがとうございます。だから礼を言うのは俺たちだって。タケル、君が生き返れることを心から祈ってる。頑張れよ。はい。つかめ、諦めない。お前の思い必ず共に届く。さあ、愛に入れない存在感として、あなたたちのように他の仮面ライダーたちと一緒にみんなを守るため命燃やすぜ。会場のみんな、今日は応援してくれてありがとう。これからも俺たち仮面ライダーの応援よろしくね。よし、みんな行こう。仮面ライダーゴースト。仮面ライダーテクトイ。仮面ライダーブレイド。仮面ライダーカルス。それじゃあみんな、バイバーイ。ロビンフード。